こんにちは手作り倉庫です、えー、着物をリメイクをしていまして着物の半幅がとても使いやすいのでこの半幅をそのまま長い布を利用してパンツやスカートの脇ポケットを作りましたこの長い布そのまま、えー、使って縫っていきますこうしてパンツやスカートに脇ポケットがあるとかっこいいですよね、えー、まず布はですね これ、パンツの左が股になっていまして、右側が脇になっています。ですから、脇側の方にポケットが付きます、えー。洋服としまして、えー、半幅の17センチから18センチ。これ普通の布でもいいですよ、えー、そして長さが60センチ、これを用意します。これね。共布でもいいですし、分かりやすいのように別布でやってみました。 まず上のゴム入れの部分、ね、これあの折り返しが5センチの場合の方法ですけれども、上から7センチ、大体7センチぐらいのところにこの布を置きます。この時、ポケット布は手前が裏になってまして、中表になってます。そしてえー右の脇から6センチ、そして上が一番上から25センチのところをポイントします。 そして六センチのポイントと二十五センチのポイントをつなぎます。これあの分かりやすいように。あの鉛筆で描きました。そうしましたら、この鉛筆でなぞったところの上に重ねて。伸び止めテープでもいいし、薄めのシーンでもいいんですけど。このシーンのだいたいこれ三センチぐらいの幅になってますけど、これを置きます。 この時に今の印の上に重ねてというかかぶせておきますかぶせますこうしてそしてえその上を縫いました縫いましたら1センチの幅でカットしますこの布をカットしてしまいますで上から7センチのところに来ましたらここはまっすぐ上にカットします斜めじゃなくってまっすぐカットします斜めでも別にやれないことないんですけどね そうしましまたら、こちら、この裏のポケット布を裏に返すんですけれどもアイロンでちょっと整えましてそしして裏に返します。これちょっと芯か伸び止めか貼ってないとあれですかね ここバイアスになってますもんね、正バイアスじゃないですけどね。そして上の方はまっすぐに1センチのアイロンをかけました。こういう風に。そしてここステッチするんですね。こういう風になってます。上は1センチ折って、そしてポケット布はこうして返してある。で、ハミシンかけました。そして今のあの直角になったとこ、直角じゃないな <laughs>。 上に登ってたところのとこちょうど角のとこねここ切り込み入れておきましたここ写っっっててなかったんでですすよで裏にこれ切り込み入ってますえ次に、えー、半幅布ねこのポケット布をこうして半,半分っていうか一番上右が一番上の布端一番上の布端に持ってきますこうして。 ここここここうなりまますすそして今畳んだところをここねここ縫いますでこの時半幅の端布を利用してますので四角く縫って、えー、このまま縫いっぱなしロックかけなくていいしもしこれロックかけなきゃいけない場合はここちょっと丸くしてもいいですよね。まあ、どちらでもお好みでしてください。 これは四角のままです次にここちょっとやっておきたいのはこうして5センチ折りますよね 4cm でもいいんですけど5センチ一応5センチとしてしてますので5センチ折りますよねですからこ,この部分大体4センチぐらいだけ縫い止めしておきますこの今の今ミシン縫いましたね縫いましたところをもう一回縫っておきますこう4センチぐらい。 こんな風になっています縫い止めあのパカパカするっていうか開いちゃうんですよねそうしましたら今のあのこのポケット布ポケット布も少し5センチ上から5センチぐらいのところで軽く縫い止めしておきますこれはまあ仮縫いあと中に入ってしまうので仮に止めるって感じですかねでこうして余分の布を切ってしまうと あのゴム入れるときにちょっとゴロゴロしないというかな。中があの一重になるっていうか、そして5センチ蛇とか始末して、そしてゴム5センチになるんですね。これでポケット片方ですけれども、片方のポケットができました。ですから、右が脇になって後ろのパンツが縫い合わされますよね。そして上がゴム入れになります。 まあ、こんな風の簡単に簡単ではないんですけど、こんな風なやり方でやってみてください。えー、着物のリメイクをしますとね。もう本当に着物の幅が便利で、えー、いろんな風に使えると思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。